え皆様、こんにちは。えー、週刊堂絵画コット買取プロ日本画近代絵画担当金子でございます。えー、こちらは。えー、これ、川端隆史さんの作品ですね。非常にこう、トビウが、ええーま、真っ青なブルーの海の上をですね、遊んでいる。まさにまあ、非常に大きな作品でですね、これはまあ、山田根美術館に所蔵されている大名品代表作でございます。 龍一先生あの「会場芸術」と言いましてですね大きな作品をたくさんこう描いてやはり絵は迫力がなければいけない大きくなければいけないということを 提唱されたことででもも知らられれれてておおりますすけれども元々はあのに所属したたんですねでただそので「引典」で何があったかちょっと詳しくはあの書かれてはいないんですけどもいろいろなまあ事務局との行き違いがあったりあるいはそういう大きな作品に対しての評価がまあ定まらなかったりということで引で典、ねまあ、を脱退して、えー、すぐに「青流社、青い龍の社」と書いて「青龍社と言いますけども立ち上げて、まあ、そこで中心に活躍をしていくわけですね。 でまあ、大きな作品、いろんな美術館でもまあ見ることができるんですけども、まあ、一方で、ですね、あのやはり、えーまあ、もう少し小さな作品、掛け軸なんかも含めて、ですね、えー、ボタンやバラを描いた図ですとか、あるいは花鳥画を描いた図なんかもですね、非常に、えーまあ、たくさん描いておられます。えー、特にですね、えー、こういった、まあ これまあ大きな作品ですけど、まあ、この1匹だけ描いた鯉とか、ですね、鯉の作品なんかも非常にまあ一般の方にですね、向けた発表の作品なんかは非常にたくさん描いておられました。で、最、え、晩、ー、年になりますと、ですね、あの皆さんご存知の,あの池上本文寺の本殿のですね、上をこう向くと天井画で龍が描かれていますけども、えー、川端龍さんもほとんどこう。 体がですね、銃が効かない、えー、時もあったんですけどももう死ぬ間際まで、えー、あの竜の図をですね描き続けてまあ本人の絶筆ともなったとも言われておりますけども私もあの池上本門寺の近くに、えー、西馬込というところに住んでましたので何度か見に行きましたけれども、えーま、ちょっとこう会場芸術を歌った 粒子という割にはですね少しか細い部分が見えるのはもう本当の裁判での作品なんだなということで、まあ、ちょっと感慨深く見ていたりもしましたけれども川端粒子の作品ダイナミックな作品はもちろんですけれどもこの少しこう日本画というよりは油絵に似たですね洋画的なタッチをした迫力のある作品きっちり査定して私もお答えしております。 特にですね、龍士先生、今、富士、松に松と富士が書かれた図なんかはです、ね、非常にリクエストも多く来てますので、より高く評価できると思います。いずれにしても、私どもできっちりと評価してお答えいたします。絵画コット買い取りプロ、私ども、周華道では、日本画の買い取りにも積極的に力を入れてます。川端龍先生の作品、お持ちでしたら、ぜひ、私どもにお譲りいただきますように、ご案内させていただきます。お待ちしております。